阪神タイガース対千葉ロッテマリーンズのゲームを解説は小宮山さん、こういった競った場面だとキャッチャーも相当プレッシャーあるんじゃないですか。そうですね、もう本当に一球一球かなり集中しながらリードですから、キャッチャーにも注目したいと思います。際どいところ見送っています。スピードボールを持っています。次が2球目、打ちました。サード取った、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。3番バッター柳田、今日はまだ当たりがありません。ドリス、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ守護神ドリスがマリーンズ打線の前に立ちはだかります。小宮山さん、どうでしょう、ピッチャーの状態は。今日のピッチング期待できそうですよね。なるほど、さあしっかり締めてもらいましょう。この球は落としましたが決まりません。さあ勝負してくるのか。危ない球です。変化球で空振りを取ります。バッターアウト。4番バッター筒香、先ほどの打席はファーストライナーに倒れています。2アウトランナーありません。さあ勝利まであと1アウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。目はこれは入っていました。ストライクになります。ワンボールツーストライク。変化球空振り、試合終了。監督ようやく笑顔。日本一決定戦を制したのは阪神タイガースです。西さん、実力を証明したと言ってもいいですよね。いかがでしょう。やっぱり強いと思いますよ。いいチームだと思います。そうですね、非常に強さを感じました。三勝が始まっています。さあそして監督の胴上げ、スタンドからは大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって全選手がまずはスタンドのタイガースファンの元に向かいます。非常に熱い戦い、熱戦を制した喜びをファンに届けていきました。ご覧のように阪神タイガースが見事優勝を決めました。おめでとうタイガース。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。